女子ゴルフの全米女子オープンで日本勢初のメジャー2勝を達成した笹生優花、22イコールフリー、が6日、米ツアー、ショップライトクラシック、7日開幕、ニュージャージー州、お前に会見に臨み、やることは変わらない。ゴルフを楽しめればいいと笑顔で抱負を語った。昨年大会はインフルエンザで出場できなかったと言い、もう二度とそんなことないよう願っている。 今週のプレーを楽しししみにしていると話した世界ランクは6位に浮上し、日本勢最上位となった。世界ランクをもとにした五輪ランクで原則上位2人がパリ五輪代表となる。優位な状況について世界ランクはチェックしていないが、 あと2つの大会があるのでパリに行けるチャンスをつかみたいと母の出身地のフィリピン国籍で出場した東京五輪に続いて、今度は日本国籍で2大会連続切符を手にする意欲を見せた。メジャー優勝のお祝いはまだしていないとし、今週も大会があるので。先週のことは考えず、目の前の試合に集中したいと五輪争いに向けても気を引き締めた。